皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。薬師寺に来ました。ここは奈良の、西野橋というね、ちょっと駅からはどのぐらいでしょう。私は自転車で来たので30分以上かかったんですけど、電車で来たら多分ほんのすぐ5分10分乗ったぐらいのところ薬師寺に来ました。すいません、さっき1回入りました。はい、では今日はですね、あれ、法話は予定はない。とここあの薬師寺で、今日は12月29日、ね、年末なんですけど、のお見ぬぐいというあのイベントですね。あの朝お餅をついて、でそしてそ の, あのお餅をついた時に出たお水で、あの仏様とか仏像とか建物とかをね、綺麗にするという、ね、イベントがあるというので、見たことがないからちょっと見に来てみました。あ、五重の塔見える。ここは全部梅の花ですね。ではちょっと入っていってみましょう。こっちが順路らしいです。こっちから行くのかな。白鳳伽藍、東東、西東、金堂、大光堂、東印堂と書いてありますね。梅のお花。ここは撮影してていい。なんかいきなり御朱印帳があって、なんかすごいものが出てきた。これは何だろう。ちょっと撮りながら読みながらやっていってみましょう。あ、これは、あ、なるほどね。この上に仏像があった 台座ですね。台座って何て言えばいい、なんかスタンドって言ったら、この辺りですね。この上にこう大きい像がなんかあるような状態なの。なかなか綺麗ですね。薬師如来坐像台座。あ、でも模型、本物じゃないんだね。模型ですね。なるほど。なんとなくだけど、あの東南アジアとかの、あのなんだろう、なんかカンボジアのなんかアンコールワットにあったようななんか感じの彫像って感じ。ね、ちょっと他の面もせっかくなので。ぐるっと見ていってみましょう。ここは、西方守護神の白虎だそうです。なんかすごくエキゾチックな感じですね。あの奈良 のこういう仏教のものって、もともとあのこうインドの方から結構来たばかりの、なんかなんていうか、こう野生的というかワイルドな感じの、ね、ものが多いですよね。でだんだんそのあの京都の方にあの行くと、もうだんだん洗練されていくというか、ね、これは何でしょう。大講堂の柱だそうです。すごいね。なんかサイズすっごく大きいです。私はあの身長160ないぐらいですけど、なんか高さ的にはなんかこんな2メートル以上ある感じですね。ではここからここはなんかね、通り抜けるように言われたので、ちょっと行ってみましょう。ちなみにあのあそこに人が並んでるあの御朱印所というの、御朱印っていうのはね、あのお寺をお参りした時とかに、あのそこでね、なんかねノートにね書いてもらうんですね。金ついてる。もう一回つくかな。そうな感じ。すごい。
地下に着くね、除夜の鐘というのがあるんです。あんな感じだね。すごいね、なんかかっこいい感じ。とっても綺麗な建物です。私ここに来たことあるかな、わからない。ちょっとこの鐘を聞きながら、どっちに行ったら何が見れるかとかちょっと考えてみましょうね。体全体を使ってやる感じですね。ちょっと全体的、もうちょっとこの鐘の上にね、屋根がついてる、こんな感じで。もう一回だけ着くところを見てから行きましょうか。このなんかワン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 っていうこのなんか余韻がすごく素敵だよね。あとね、ちょっと待ってください。今日は本当にいきなり来ちゃったので全然何をどうするかとか考えてなくて、あまりよく知らないで来てるので、これね、役指示です。で、今日この来たやつはね、これですね。このね、12月29日のあのおみぬぐいってやつ、これちょっとネイル剥げちゃってる、おみぬぐいっていうねやつをね見に行きました。で、なんか建物がこんな風になっていて、で一つ一つなんかね順番にお見ぬぐいが行われるということだったんですけど、なんておっしゃってたかな、近藤からスタートとおっしゃってた柱、ちょっと行ってみましょう。みんなね聞き入ってるね、鐘にね。準備がねされているのは、あの1月のね1日になったらすぐにね、もう夜のうちからここにたくさんの人が、お参りに来ます。皆さんお正月に、お正月1月1日から、まあ、順番なんですけど、あの1日じゃなくてもいいんですね。例えば2日とか3日とか、もしお正月にお仕事をしているような人だったら、例えば5日とか10日とか、もしかしたら私みたいに外国に住んでいてお正月に帰国できなかったような人とかは、結構ね2月とか3月になってから初詣するみたいなパターンも最近はあります。とにかく1年の一番最初にねお参りに来たら初詣と言います。やってらっしゃるのかな、ちょっと聞いてみようね。見て、面白い、お正月のね飾りをねつけてらっしゃるね。すごい。なんかこの辺りで待っていたら、ここなんかね僧侶の方々がね歩かれるそうなので、ちょっとこの辺りで、あーガチャリね、この辺りでちょっと待っていようと思います。なんかすっごいいっぱい、めっちゃ人が来てる。あれは何でしょう、
中行った方がいいのかな。もうすぐここにお坊さんたちがいらっしゃって、お見拭いというのが始まるそうなので、それまでここにいてちょっと薬師寺のことをちょっとね、これですね、ちょっと勉強しようかな。薬師寺、世界遺産だそうです。もともとはなんかここにあったわけじゃなくて、前のと多分あの首都というのはキャピターね、首都がなんかあったと言われて、多分藤原京の方にあったんでしょうね。でそれで680年に始まったお寺みたいですね。天武天皇から持統天皇で、その後文武天皇かな。でそして平城京で奈良に、この辺りにね首都が移ってきた時に、718年にこの場所に引っ越ししてきたということですね。ここにいろんな建物があるんですけど、なんか災害とかで結構焼失、なくなったりとかしていると書いてあって、東塔っていうのはどれかな。これ金堂ですよね。塔と これのことでしょうか。これね、なんか塔だけがなんか残っていたと書いてるね。で世界遺産に登録されたのは1998年の12月だそうです。よかったらこの QR コードから皆さんも薬師寺のことちょっとお勉強してみてください私もよく知らないので勉強してって言ってね、あれですけどまたかな。いらっしゃいました。見て、なんかお人形みたいで、あの引きずってるのは何でしょうね。なんか面白い音が鳴りますね。すごい面白いですね。こうやって入っていらっしゃるんです。この中に多分お湯が入っていて、でそれはなんか今朝ね、朝お餅をなんか疲れたやつですね。でお坊様たち、多分偉いお坊様たちが中に入っていらっしゃいました。じゃあ私は向こうのね、多分奥の裏の方から見学できると思うので、見学しに行ってみたいと思います。なんかね、ここだけじゃなくて他の何かね、塔とか講堂もお見拭いされるそうですよ。もうね、中にはねたくさんね見学に来た人たちが詰めかけてるんですけど、なんかどういう風にするのかちょっと面白そうですね。見てみましょう。なんだこんないっぱい人がいる。どういうこと、どういう
状態。どういうこと？ここから見えるのかな。ああ、見えてますね。見えるかな。ここの中のこの辺りにちょっと暗くてよく見えないんですけど、仏像があって、でその仏像をさっき持ってきたお湯でこう綺麗にこうなんか掃除する感じです。ちょっと中入ってみますね。So maybe I just step back. Yeah, 好像那个他们的那个意义比较正式一点，所以我在比较远地方呢，就是看看。何をしているのでしょうね。お祈りしているんですね。こういうの初めて来ました。
の儀式終わりました。なんか本当はなんか外から撮ってたんだけど、外からでも中をね撮っちゃいけなかったらしい。サインが見えなくて外にいればいいかなと思ったんですけど、ちょっと怒られちゃいました。さて、多分年末の日本の行事は多分このお見ぬぐいと、あとは12月31日の除夜の鐘なんですけど、31日ちょっと私はの他のところでカウントダウンとかする予定なので、伝統行事の撮影は今日これが最後かな。見てくれてどうもありがとうございます。で、そうですね、ちょっとだけもう少しだけ説明を加えると、こっちのさっきね、この塔とでこれ金堂で、こっちが西の塔らしいんですけど、西の塔はねカラフルで綺麗だけ新しい方で、で国宝ナショナルヘリテージねはこちらの塔塔だそうです。こっちがねオリジナルの塔だそうですよ。美しいですね。やっぱりね古い方がね綺麗ですね。よく見たら迫力が。あとはお見ぬぐいを見てなんかね個人的なねちょっと感想をシェアさせてください。私いつも言うようにね、あまりなんか宗教とかそんなに何ていうか入ってないというか、一応仏教徒なんですけど、でも仏教のこういうことほとんど何もよく知らないんですけど、あで今日のねなんかすごく綺麗なこのなんか薬師如来が最初ねやっぱり多分ちょっと汚れてて、でなんかねそれが綺麗に拭かれてなんかツヤツヤにこうシャイニーっていうのこうねになっていって、なんかね本当になんていうかすごいこうなんかこう パワーを感じるというか、でその時にその拭いている間のなんか読経っていうんですけど、お経を読むなんか聞こえました、なんかギャーテーギャーテーなんとかかんとかとかソアカーとか、あれがなんかその金堂の中でエコーしてて、あ多分ね今だったら私たちはすごいスピーカーとかも知ってるし、コンサートホールとかもあるから、そういうのを経験した私でもなんかそのこうエコーとか、そのなんかこうパワフルな音とかにちょっと感動したんですね。なんかねきっとだけど昔の人が、例えば1300年前とかの人がここでボリュームでお経度経をね聞いたりしたらすごい確かに感動しちゃうなと思いました、で最後ねお祈りのところでビデオ撮れなかったんですけど、最後のお祈りのところでね、なんか薬師如来というのは人の病気とか心の病気とかそういうこうを癒すヒーリングね、ヒーリングのパワーがある神様なので、なんか、ね、そういう感じで私も今年ちょっと辛いビデオで前も話したように結構辛いことがショックなことがいっぱいあって、まだ結構まだなんか辛いんですけど、なんか、ね、そういう時にな声の聞くと、ね、なんか頑張ろうとか、大丈夫っていう気になってきますよね。じゃあ今日のビデオここまでにします。今日ここあともう少し見学していきます。じゃあみんな見てくれてどうもありがとうございました。またね、バイバイ、良いお年を。